みなさん、こんにちは。こもりです。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日は GLPT を、受ける方、N4 を受ける人のための漢字の、勉強です。今日は11回目になります。20回で終わりますから、頑張って1から20まで一緒に勉強しましょうね。1回につき1回の授業で20個の読み方を勉強します。20回すれば全部で400個の400読み方を勉強できます。まあ漢字はもっと少ないですけどもね、漢字はそんな半分ぐらいですけども、漢字の読み方っていうのはいろいろな読み方がありますから、それらを勉強していきましょうね。はい、ではこれが1枚目は問題になっています。で、次の、画面ではもうすぐに答えが出ますので、ここであなたは止めて、ビデオを止めて、そして自分でノートに答えを書いてください。Write the answer, these answers in your note, notebook.、そしてノートが全部書けたら、after fill these blanks, the answer, and restart. The next, 次の画面ではもう答えが出ます。いいですか？書いてください。書きましたか？じゃあ答えを出します。注意する、注意する。Pay attention, pay attention。この注意、これが注意ですけども、注は小さい U になります。小さい U ですから気をつけてください。注文する、order。これレストランとか喫茶店で何か食べるものを、飲み物、コーヒーくださいとかね。ハンバーグくださいとか、注文、オーダーを言うとき、注文と言います。注は小さい U です。注文、ね、運も忘れないでね。はい、次。意味、meaning。意味ですね。意味、meaning。意見、意見。あ、これ間違ってます。ごめんなさいね。あの、オピニオン。この、これは O ではなくて、愛です。間違えました。ごめんなさい。オピニオンですね。ちょっと打ち間違ってしまいましたね。E と O 隣ですから打ち間違えました。意見、オピニオン、愛です。後で直しておきますね。教室、クラスルーム、教室。これはルームという意味の漢字です。教室、クラスルーム、教育、教育、education、教育。これはどちらも小さいようになりますね。教える、教える、teach。L が送り仮名になります。漢字は押しだけですね。発音、発音、pronunciation。このつは大きいつですから、ちゃんと発音してください。発音。小さいつは言いませんね。はオンで、もしこれが小さいツだったら発音しませんけども、大きいツの場合はツツ、しっかりツと発音します。ハツオン。次、出発する。これは発でしたけども、こちらの方はパツになります。小さい丸がつきます。そして出ではなくて、ここが小さいツになります。出発、ここはポーズになりますね。発音ありません。出発するは、ディクショナリーフォームの送り仮名になります。出発しない、出発します、出発する、出発すれば、出発、しよう、ね。出発、ここがコンジュゲートしていきますね。出発、小さい U、小さいつ、そしてこれは丸がついたパーツになります。これしっかり書けるように書いてくださいね。次、音楽。音楽。これは点々がつきます。か、点々、が、音楽、ミュージックですね。さあ、いくつできましたか？では、次いきますね。はい。では、これを見てから動画を止めて、自分のノートに答えを書いてください。書いた後で答えを見ます。いいですか？はい、答え。音、
サウンド。工業。工業。Pronunciation is 工業。That's just prolong. Like prolong. Sound is like prolong. But writing. You need to write う。工業う。ね。小さいよ。工業う。うと書かなければいけません。But pronunciation is 工業。工業。But 工業う。Industry。工事。工事、工事。Pronunciation is 工事。Writing is 工事。工、これは工う、工事。Construction。工事中というのは under construction になりますね。授業、授業。小さ、点々、詩に点々、小さい u、木に点々、小さい o。ね、ややこしいですね。小さい字は必ず小さく書いてくださいね。授業、クラス、レッスン。これも私の授業です。This video is my lesson, my class. You are student of my class. 卒業、卒業。この図は大きい図ですから発音します。卒、卒業。点々と小さいよ。行。行。Pronunciation is 行。But writing is う。ね。行。行。But 行。う。Graduation。はい。次。以下。これは under でしたね。下でしたよね。以下。ここの、この基本の線があります。その線より下という意味です。not exceeding。これより上。これが上、下ですから、上ではありません。ここより下という意味です。次、この以上。これは、ここより上という意味ですね。トップレスダウン。下ではなくて、ここより上という意味です。以下、以上です。以外、except。これ、以外、ここ、なんか、何か、something。何かがあって、それ以外、except this one。以内というのは、これの何かこう基準があって、基準があって、それの中。まあ、ここが基準としたら、この内側、within、inside of the, basic, 何かの基準があって、その内側、外じゃなくて内側以内、6ヶ月以内にとか1ヶ月以内にとか、その within 6 months とかね、以内、その内側 within 以内ですから、これはこれい、なんか基準があるものの下、基準があるものの上、基準があるものの外側、基準があるものの内側っていう意味ですね。はい。で、これは、次は、家内。これ、ない。家内って家の中。家の中、内側って漢字では書きますけど、これは、my wife っていうことです。これは、not polite なので、他の人、other person の、人には使いません。あなたの家内とは言いません。私の時にしか、my wife っていう時にしか家内は使いません。はい、この10個の中でいくつ正解できましたか？どうですか？はい、では20個のうちで半分以上が答えられれば合格ラインになりますけども、勉強している間はぜひ 80% は取れるように、答えられるように勉強してくださいね。では、11回目の授業を終わります。今日も小森の授業を聞いてくださってありがとうございました。Thank you for watching. 面白かったなと思ってくださったら、いいねマークもお願いいたしますね。そしてまた、新しい、動画ができたらお知らせが、いきますので、あなたのとこ行きますので、登録もよろしくお願いします。Please subscribe. では、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。